ブレイディア・ランシンガーは、アメリカ合衆国フロリダ州レイク軍、リースバーグ出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のカンザスシティロイヤルズ所属。2015年の MLB ドラフト2巡目で、トロントブルージェイズから指名されたが、契約せずに、フロリダ大学へ進学した。2018年は17試合で12勝3敗という、好成績を収め、 全米の大学野球の最優秀選手に贈られる賞であるディックハウザートロフィーを受賞した。この年の MLB ドラフトでは大学生三強と目されており、一巡目でカンザスシィ・ロイヤルズから指名され、7月3日に契約を結んだ。なお、この年はマイナーでは登板しなかった。2019年、参加の A 級ウィルミントンブルーロックスでプロデビュー。A 級 ノース・ウエスト・アー・カンソー・ナチュラルズでもプレーし、2球団合計で26試合に先発登板して12勝5敗、防御率2.85、138奪三振を記録した。また、7月には、オールスター・フューチャーズ・ゲームのアメリカン・リーグ選抜に選出された。2020年7月25日に、メジャー契約を結んで、アクティブ・ロースター入りし、 同日のクリーブランド・インディアンス戦にて先発でメジャーデビュー。この年はメジャーで12試合に先発登板して4勝5敗、防御率4.06、61奪三振を記録した。2種類の速球とスライダーが武器である。2018年のクリスマス、ドラフトで得た契約金425万ドルで住宅ローンなど両親の負債を返済するという内容のシンガーが ツイッターに投稿した動画が全米で話題となった。手紙でそのことを知った母親は寒類に無線でいた。ありがとうございます。